赤ちゃん。はい、こんにちは。アバンバイクストア須崎です。今日は、12月の10日木曜日ですね。はい。はい。髪型がぐしゃぐしゃなんでちょっと帽子をかぶってみました。今週1週間はですね、先週あったバイクロアの、片付けでもう大変なことになっております。で、大掃除もね、12月なんで一気にやってしまおうかなっていう風な感じで、はい、もうそれも今日でだいたい片付き終わったかなっていう感じです。今日は、ちょっとご報告といいますか、そうですね、各ブランドの、代理店さん、ブランドの、ブランドオーナーなんかといろいろと話が上がってきておりまして、ご報告がございます。このご報告っていうふうに言うと、あんまりちょっといい感じに思われないかもしれないんですけれども、ですね、まあ夏ぐらいから徐々に、こう値段が上がりつつある状態になっているものがあります。それは、何かと申し上げますと、鉄鉱石、鉄鉱石、鉄の原料みたいなものなんですよね。で、その原料が、まあ、鉱石って言ってもゴツゴツした岩みたいなやつなんですけれども、それを、まあ、取れる場所っていうのがある程度こう地球上では、まあ、決まっていまして、ロシア、中国、オーストラリア、ブラジル、あともう一個イタリアだったかな。この5つの生産でだいたい7割の、鉄の原料みたいなものが、採掘されて取られていて、それをリサイクルスティールっていうことではなくて、鉄鉱石を生成して、鉄のバイクみたいなものになったりとかしていくんですよ。フレームであったりとか、まあ、合金ですけれどもアルミニウムのものも、まあ、それに乗じて値段が上がりやすくなってしまってるんですよね。で、その、鉄鉱石が、17% 程度値段が上がってきてるっていう風なところで、各ブランドがもう早々と来期のモデルは値上げしますっていう風なことをもう命名してるんですね。なので、まあ正直カタログで載っている値段みたいなものもキープされるかされないかっていう風な部分では、正直僕でもちょっとわからないものが出てまいりました。ブランドがある程度こっからここまでは吸収しますっていうふうに言っているもの と、まあ、それを逸脱してこう一気にドンと値段が上がってしまっているものっていうのが、できる限りは、やっぱりキープされるべきものだと思うんですけれども、通年を通してその1年間の、値段のキープっていうのも難しくなってきているような状態です。それは理由があります。理由は、まあ、地球上の7割の、鉄鉱石が今動いている場所っていうのが、残念ながらブラジルも脆弱で、オーストラリアも、しっかりは動いていなくて、ロシアみたいなものも、まあ、自国の中では流通しているのかもしれませんけれども、あんまり動いていなくて、まあ、コンスタントに動いているのが中国だけなんですよね。で、中国だけで動いていると当然のことながら、まあ、なんか最近の時事ネタで大変恐縮なんですけど、鶏肉と一緒です。鳥インフルエンザで鳥を、まあ、なんかこう処分しなければいけないっていう風な状態になっていると、当然のことながら、
鶏肉の値段の価格みたいなものがガンと上がります。一気に、200% とか倍の値段がついたりとかしているところがあります。当然みんながある程度欲しいって思っている、量、その量に満たない状態で、これしか入らないっていう風になったら値段が上がりやすくなってしまうんですよね。そんな部分が、鉄鉱石でも同じように、なっておりまして、鉄の値段がガンと上がってきてしまっているっていう風なところです。もうお気づきの方が多いと思うんですけれども、コロナの影響で、要はこういうふうな状態になってしまっているんですよね。この感染症の問題でダメージっていうわけじゃないですけれども、とっても、物の値段が上がりやすくなってしまっています。なんかこう金属、総じて金属っていうふうな言い方をしますけれども、金属の塊なんですよね、自転車って。タイヤとかチューブとかサドルのフォームとかグリップとか、そういうのを抜かした部分で考えたらもう金属の塊なんですよ。で、9割以上金属って考えてもいいのかなって思ってるんですけれども、その金属の値段がほぼ 20% 上がってきていて、かつ以前にも、このコロナ禍の、ブランドの、生産背景であったりとかっていうのをお話しした通りなんですけれども、そんな形で、生産側に関しても、自分の国で、生産の、人員を確保できているところが非常に少なくて、それに加えてやっぱり感染症が流行っている状態の時に自転車をスタートさせようっていう風な方が大変増えているので、こうアンバランスが生じているっていう風なところになっています。今日こうやってご報告がありますっていう風に申し上げたのは、できることであれば、できないっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、できることであれば来期の、価格がある程度しっかり決まっている、この分に関してはこの価格で入ってくるっていうふうなところを、ある程度のところまでは、確認していただければ、僕の方でお調べしますので、欲しい車両があったら今のうちにご購入されることをお勧めします。自分で、ずっとサーディとか、オールシティとか、自分の自社のブランドなんかでもマッドマンだったりとか、やっぱり台湾で生産されているもの、あと国内で生産されていってるもの、来期のマッドマンを、次のバージョン、あれは3かな、バージョン3として生産しようかなって思ってコストを調べると、なんと、フレームの値段がですよ、30% 以上上がっていました。ちょっと僕もビビりました、それに関しては。なので、一回ちょっとサンプルを作ってみて、で、鉄の値段が落ち着いてくるのを、待ってみようかななんて思ってるんですけれども、いつ落ち着くかっていうふうなところに関しては正直保証できないんですよね。来年のモデルを欲しい、2022年モデルが欲しい、ちょうど、来年の9月ぐらいに発表される2022年モデルが欲しいっていう風なところだったりとかっていうよりかは、今年にスタートされたいという風なところで皆さん考えていらっしゃるのであれば、どうぞ今のうちにご自身のサイズであったりとか
キープをして、ご予約いただいた方がいいと思います。上がる要素しかありません。で、来年モデルを、今この、値上がりした状態で、フレームの値段、バイクの値段っていうのが決められていってしまうので、もう値上がりすることしかないんですよね。台湾の工場の、生産背景、以前にもお話しした通りなんですけれども、台湾の人たちが 100% で回してるわけじゃないんですよ、工場を。結構大きな工場さんで僕なんかもオーダーしてるんですけれども、まあ、サーリーだったりとか、オールシティだったりサルサだったりっていうのを当然相馬であったりとか、そのあたりもみんな同じような、工場さんで、生産していってます。で、台湾の人たちだけじゃなくて、台湾の工場さんの中には、約半数以上がマレーシアだったりとか、フィリピンだったりとか、インドネシアだったりとか、こういうふうなところから台湾で、仕事があるっていうふうな部分で出稼ぎに来てるんですよね。出稼ぎに来てるのに、今台湾ではなかなか入国しづらい状態になっているので、一度台湾から自分の地元に帰ったりとかしている方っていうふうな人たちが、台湾に仕事があるからって言って戻りづらくなってしまってるんですよ。そういうのもあって、台湾自体も今までの仕事が 100% で回っていない。だからどん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 後ろに伸びる一方なんですよね。もうこれに関してはもうじゃあ残業して作ればいいじゃないかって思うかもしれませんけれども、残業代が台湾だとお給料 1.5 倍払わなければいけないんですよ。なので、1.5 倍払ってたら当然のことながら値段が上がりますよね。1台あたりの値段がものすごく上がっていってしまう。だから悪いことは本当言わないんですけれども、まあ僕の中で、考えうるところで、もし皆さんに、一応まあ良かれと思ってお話しさせていただいてるんですけれども、できるだけ早めに、ご決断をいただいた方がよろしいかなと思っている次第でございます。とっても内容としては正直こういうこと話すと早く買った方がいいよ、早くしな早くしなって言ってるように聞こえるかもしれませんけれども、正直にお話しするとあんまりそういうことは言いたくないんですが、ゆっくり熟考していただいて、やっぱり買っていただいた方が僕らも安心なんですけれども、残念ながら今の状況だとそんな風になっていますっていう風なことだけまずはお伝えしておきます。なんか、いいお話じゃなくて大変恐縮なんですけれども、今はそんな状態になっております。できる限り僕たちの方でも、吸収できるように新しいマッドマンなんかは、ちょっと生産するタイミングをずらしたりとか、いろいろ考えながらやっていこうと思っておりますけれども、残念ながら今の状態で僕たちが、尽力させていただいたとしても、各ブランドさん、サーリーだったりとかオールシティだったりっていう風なブランドさんのものは値上げがもう決定しているので、そのあたりをぜひ早めにご決断いただければと思っております。物自体も、次の春に入荷する分のご予約を今お受けしているような状態です。来年の春までバイク来ないのにお金だけ払って待たなきゃいけないのかってお思いになるかもしれませんけれども、その数量もだいぶ数が埋まってきておりまして、だいぶ
すいません、本当に少なくなってきてしまっているので、はい、いろいろとわからないことがあったら直接聞いていただいても結構ですし、こんなところを教えてほしいっていうふうなことはコメント欄で、受け付けますので、ぜひ、もし見ている方で新規にバイクを購入したいっていうふうに考えていらっしゃる方はぜひご相談お待ちしております。明日は、できたらライブやろうかなと思っておりますので、6時から18時からライブをやろうと思ってます。はい、何かあったらそれまでに質問貯めといてください。